角川市長と地元住民の皆さんとが直接対話する第7回おむすびミーティングが第9回楽東祭にて行われました。これは市長自らがさまざまな市民活動の場に入り、市民の皆様の願いや要望に直接耳を傾け、声を市政運営に反映させようとするものです。10月18、19日に開催された第9回楽東祭は、焼き物の里山品清水焼団地で繰り広げられる文化イベントで、都の楽東本間門をテーマとして、陶器の名作展やアートと工芸の催しなど、清水焼の魅力と清水焼団地の楽しさに触れることができます。今回のおむすびミーティングで角川市長は、この楽東祭と連携し、伝統産業清水焼の活性化に取り組んでいる京都立花大学の教員と学生と清水焼団地協同組合の方々と意見交換を行いました。参加者からの、第9回目を迎えて集客力が出てきた、子どもたちが遊べるコーナーなどを作った学生さんの協力が実を結んでいる、京都市でも広報で楽東祭や清水焼をもっと取り上げてほしいとの意見に、角川市長は、本物を見ることを国内外はもとより京都市内に対しても行う必要がある、融合と共感でお互いの強みを出し合うことで発展していきたいなどと述べました。